よし、じゃあ行きましょうか。さてと、どこ行くんかな。こっち、あ、でもあそこにある。道があるぞ。ここだ。こっちには何がある？何かある？ゴーゴー！ゴーゴーレッド！こっちじゃねえな。こっちでもないか。ここ、そ道入れるの？この辺はでも行き止まりか。じゃあ違うのか。あ、なんかある。これは別に何もあるわけじゃないのか。ビビビビビッ。ん？なになに？壊れる？大丈夫？あ、これだ。やれやれ、こんな時に故障か。あー、じゃあ引くしかないのか。走っていけってか。かな。なんもねえじゃねえか。そう、こっちまで来たのに。入れる入れる、町だ。おおほほほほ、なんだこの町は。てん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 、こんにちは。ただいま。ナナキ帰りました。え、ここ、レッドサーティーンの故郷？おお、ナナキ、無事だったか。さあ、ブーケンハーゲン様にご挨拶を。ナナキ？ようこそ、コスモキャニオンへ。この地のことをご存知ですか？知ってる？知らないな、知らないな。では、語らせていただきましょう。ここは世界中から生命学？じゃ、生だから。星？生命学かってる？を求める人々が集まってきています。こう。が、今は簡易でいっぱいなので中に入れてあげられません。その人たちはほんのちょっとだけ世話になったんだ。入れてあげてよ。そうでしたか。ナナキがほんのちょっとだけ世話になりましたか。ではどうぞお入りください。ほんのちょっとだけって、まあ、ありがとう。ナナキというのは？ナナキはナナキです。彼の名前です。あれ、そうなんや。ナナキって名前なんだ。ああ、そっか。いなくなるのか。じゃあどうしよっかな。ケットシー連れてくのもありやけど。せっかくだからユフィーちゃん連れてく？割とね、私ね、ケットシー連れていくの好きだったりするんだけどね。バレット連れていくか。大丈夫かな？ケットシー連れてってみるか、たまにはね。ちなみにユイちゃんは？なんか持ってるね。よし。ああ、これで買い物とかができる。ちょっとどっかで休みたいな。休めるとこどこだろう。男の子とかいるけど喋れんな。はじめ、こんにちは。これがコスモキャニオン。なるほど。神秘的な場所ですね。あなた方も生命学の研究にいらしたので。そんなところで、そうじゃない、そうじゃない。おやさようで。え、車が故障？それはそれは。何せこの辺り、道らしい道もないですからね。そういうことなら任せてください。こう見えてもメカには結構詳しいんです。車が直るまでコスモキャニオンを見学されては？おー、優しいね。もうなんであっち右に行った。もうなんで一瞬右に行った。え、出た。あ、いた。ナナキだ。ここがオイラの、違う違う、ここが私の故郷だ。私の一族はこの美しい谷と星を理解する人々を守って暮らしてきた。だが、勇ましい戦士であった母は死に、ふぬけの父は逃げ出し、一族は私だけになってしまった。ふぬけの父？ああ、
父は見下げたふぬけ野郎だ。見下したか。だからここを守るのは残された私の使命だ。私の旅はここで終わりだ。おーい、ななき、帰ったのか。今行くよ、じっちゃん。ちょうどいいわ、私たちも一休みしない。しばらく自由行動ね。おーい。おいしいカクテル、パブ、スターレット。ふかふかのベッド。宿屋、シルドライン。ぜひ一度お立ち寄りください。聖火コスモキャンドルのスクスコです。ああ、なるほど。っていうのが理解。オッケー。ああ、でも回復しなあかんね。セーブ。よいしょ。カメナンバー4。アルバイト募集。退屈に耐えられる我慢強い方かな。詳しくは。退屈に耐えられる、そんな暇なんだ。あら、いらっしゃい。この谷の人間は争いを嫌うからね。ここにあるもの、ほとんどがレプリカなのさ。でも大丈夫、ちゃんと使えるものもあるからね。買う。おー、買いましょう。金ねえな、でも。とりあえず買うしかないな。メインは買っときたい。ここの様子いらんけどな。まあまあ、いつか。よし、次。こっちか。ああ、なるほどね。じゃあ、さっきの奥何だったんだろう。よし。ハーゴさん、どこへやったの？確か、どこへやったのかの？どこへやったかいの？確かこの辺に。なんかあんの？なんかあんのかな？まあいいか。この扉ってさ、ブーケンハーゲン様が封印しているから開かないんだ。封印じゃ、封印か。なるほどね。封印ってなんだろう。強力接着剤のことかな。まあそんなところかな。アケットシール。ご飯食べてんな、こいつ。喋れん。あいた。あの二人というか、なんというか、とにかく、あなたの仲間変わってるわね。まあそうね、ロボットと猫だしね。なんや、いろんな秘密がありそうや、ありそうなとこやな。ところでおばちゃん、ご飯まだですか？やっぱりご飯たかりに来てた。誰もいない。あ、いるわ。もしもーし。むにゃむにゃ。お釣り、忘れてます。はーい、ただいま。お買い物。わー、そうだ。あ、そう。買い物。お買い物。お買い物。お買い物です。失礼しました。あんまりお客さんが来ないもんで。あ、でもマテリアには自信あります。マテリアか。あー、なるほどねー。わー、この辺欲しいな。MP は欲しいな。なるほど。MP があるのね。なるほど、なるほど。MP と HP8000。高いな。また今度買いに来よう。これはいるやつ。覚えとこう。覚えとこう。どこ？あ、ここ、ここや。どー？戻ってきた。あったあったあった。
とかは何もないんかな。クラウド、この人がブーゲンのじっちゃん、何でも知ってるすごいじっちゃんさん。ほうほう、ナナキがちょっとだけ世話になったようじゃの。ナナキはまだ子供だからの。子供なんやこれで。やめてくれよじっちゃん、おいらもう48歳だよ。ああせ、ほう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 やな。ナナキは一族のちょ妙の、うん、長妙。48歳といっても人間の年で考えればまだ15、6歳ぐらい。ああ、なるほどね。15、6。無口で感慨深い。あんたはナナキのことを立派な大人と思っていたのかな。じっちゃん、おいら早く大人になりたいんだよ。早くじっちゃんたちを守れるようになりたかったんだよ。ほうほう。いかん、ナナキ、背伸びしてはいかん。背伸びをするといつか身を滅ぼす。天に届け生を持つ、生を持つかめば、生、星が、生じゃねえな、星だな。星をもつかめばとばかりに作られた魔光炉、あれを見たのであろう。あれが悪い見本じゃ。上ばかり見て自分の身の程を忘れておる。このじいちゃん浮いてんの？浮いてんの？ぷかぷかしてるくない？この星が知る時になってやっと気づくのじゃ、自分が何も知らないことにな。星が死ぬ？おほう、明日か100年後か、それほど遠くはない。どうしてそんなことがわかるんだ？星の悲鳴が聞こえるのじゃ。何の音？これは天に輝く星の音。こうしているうちにもう星は生まれ死ぬ。今の音は星の叫びじゃ。痛い苦しい、そんな風に聞こえるじゃろ。クロウドってなんだ。クラウドたちは星の命を救うために旅をしているんだ。じっちゃん、自慢のあれを見せてやったらどうかな。星を救う方法。そんなこと不可能じゃ。人間なんぞに何ができる。しかし、なんじゃ、わしの自慢のあれを見るのは決して無駄ではなかろう。ブーゲンハーゲン様。またヘンテコな人たちがいっぱい来ましたです。なんじゃ急に騒がしくなったな。ああ、その人たちもクラウドの仲間だ。オイラが行くよ。そうだクラウド、誰か連れておいでよ。誰か連れておいでよ。じっちゃんのあれは定員3名だからね。誰か連れてくる。どこいるかわかんないんだけど、そもそもそう慌てんでも足のあれは逃げたりせん。仲間でもさせてくるといい。オッケー、わかった。どこに誰がいるんやろな。とりあえず下の食堂のところにレッドさん、ゲットシーがいるのはわかった。こっちか。ティファどこ行ったんやろな。ティファがいないわ。回復してないや。回復ついでにしに行こうか。あ、みんないるじゃん。そうかそうか、お前さんたちがナナキを連れてきてくれたのか。うんうん、ありがとうよ。いえ、いらっしゃい。うちのオリジナルカクテルコスモキャンドルはいかがです。お酒はいいですよ。人の心を朗らかにさせますから、ほどほどにならね。まあそうね、ほどほどならいいね。触ってみる。オイラはいいよ、何度も見てるからさ。久々に帰ってきたんでゆっくりさせてよ。
か、ここお家なのか。あ、みんな多分一回喋ったらダメだから、あのままほっときましょう。お、水だ。何言ってる？あー、100ギルか。なるほど。やめておこう。今別にいいや。エリクサーゲット。あ、なんかゲットした。やった。エリクサー枯渇してたんだよ。ラッキー。いやー、でもアイテムショップ欲しいな。どこだろう。何かお探しかな。あ、来た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 。エーテルやっとゲットできるよ。6個。とりあえず5個。 OK、 レベル上がればいいかな。レッドサーティンに結構ゴリッとつけちゃってるから、レッドサーティンとバレットにゴリッとつけちゃってるからな。よしよし。あ、おった、バレット。あのとこにおった。どこへあったのか確か。この辺なんだ。なんもないよ。デレテテテン。じいちゃん、じいちゃん連れてきたよ。あ、ここじゃねえ、もう一個上か。ちゃちゃちゃ、こっちじゃ。じいちゃん連れてきたよ。こっちじゃ。扉の鍵は開いておるから入ってくるがよい。オッケー。おお、すげえ。揃ったようじゃな。それじゃあ始めようかな。ほれ、そこに、そこに立つんじゃ。こう。おお、きれい、すごい。綺麗。わあ、本物の宇宙みたい。ほう、そうじゃろ。これがわしの自慢の実験室じゃ。この宇宙の仕組みがすべてこの立体ホログラムシステムにインプットされておる。見て見て、流れ星。すごいな。すごいすごいね、本当にすごい。スジェル、スジェル。さて、そろそろ本題に入ろうかの。人間はいつか死ぬ。死んだらどうなる。体は朽ち、星に戻る。これは広く知られているな。では意識、心、精神はどうじゃ。実は精神も同じく星に帰るのじゃな。人間だけではない、この星、いや、宇宙にいる生き物すべて等しく。星に帰った精神は混ざり合い星を駆け巡る。星を駆け巡りまた分かれ、ライフストリームと呼ばれるうねりとなる。ライフ
ストリーム、すなわち星をめぐる精神的なエネルギーの道じゃな。精神エネルギー、この言葉を忘れてはいかん。新しい道、子供たちは精神エネルギーの祝福を受けて生まれてくる。そして時が来て死に、また星に帰る。もろんいくつかの例外はあるが、これがこの世界の仕組みじゃ。いろいろ話してしまったが、まあこれを見たらわかるじゃろう。すげえ。精神エネルギーのおかげで木や鳥や人間は、いやいや、生き物だけではない。星が星であるため、精神エネルギーが必要なんじゃ。その精神エネルギーがなくなったらどうなる？おお、壊れた。これが生命学の基本じゃな。精神エネルギーが失われると星が滅びる。精神エネルギーは自然の流れの中こそその役割を果たすのじゃ。無理やり吸い上げられ加工された精神エネルギーは本来の役割を果たさん。魔光エネルギーのことを言ってるのか。魔光炉に吸い上げられずんずん減っていく精神エネルギー、魔光炉によって過度に凝縮される精神エネルギー、魔光エネルギーと名付けられ、使い捨てられているのは全て星の命じゃ。すなわち魔光エネルギーはこの星を滅ぼすのみじゃ。なんか深い話してるな。星の話と、星と共に生きたものの話。もっと知りたいの？それなら、長寿、長老か、長老たちの話を聞くというかろう。あ、動ける。それをわしにしか扱えん機械じゃよ。さようでか。七木が父親をふぬけと。そうか、七木がそんなことを。多分このおじいちゃんは七木のお父さんとかお母さんのことをちゃんとしっかり知ってるんやろうな。あれ、あれだね。なんかあんのかな。上がれるってことはなんかあるってことやな。なんもないんかい。なんや。あれ、上がれる。上がれるだと。上がれたな。長老たちか。
とかどこにおるんだろう。あー間違えた。誰もおらん。あ、寝てんのか。先生そこ持ち歩くの。